こんばんは。人生にサプライズを、まこなりです。視聴者にいただいたご要望の中で、最も多かった、生産性に囚われた男、このまこなりの一日密着ルーティンをいよいよお見せする日が来ました。朝起きるシーンからスタートとか、あれは嘘っぽいのでやりません。だって最初に三脚セットしてるじゃん。今から就寝の時間なんですけども、起きてこのカメラをオンにするところからスタートしたいと思います。それでは、おやすみなさい。おはようございます。人生最後の一日が始まりましたって考えろって iPhone 作った人が言ってました。部屋明るいと思うんですけど、スイッチボットカーテンがね、自動で時間になると開くように設定されています。最近はもうね、アラームかけないんですよ。このカーテン明るくなるんでね。それでは今日も最高の一日を始めていきます。まあ最初にやるべきことはベッドメイキング。これぐちゃぐちゃのままじゃダメですからね。ちゃんとバサッともう一瞬でやってすぐに後で入れるようにちょっと開けとく。簡単なベッドメイキングは必ずやった方がいいです。規則正しい一日が始められるんで。朝起きたらシャワー浴びるんですけど、まあ、最初にお水がお湯になるまで時間かかるんで、まずシャワー出します。お湯になるまでの時間が勝負。洗面台はユニマイルのハンドソープしか置かないのがこだわりです。歯磨きします。夜もしっかり磨いてるんで朝はサクッとやります。こちらいつものソニックケアと、こちら泡立たなくてフッ素がたくさん入っている歯磨き粉です。おすすめです。歯磨きが終わったらシャワー上がった後に使うものを出しておきます。お風呂から出てすぐ使うやつです。脇に塗る制汗剤、 BB クリーム、ハードスプレー、ハードジェル、眉毛描くやつ、これが足の制汗剤ですね。お風呂とライト明るすぎるんでガムテープ貼ってます。シャワー浴びます。浴室にあるのがこのパラレッパだけですね。でもこれ夜使ったんで朝は使えません。朝は絵を覚ますのと、あと髪を濡らすのが目的なんで、もうサクッとした感じで終わらせます。ある程度濡らしちゃったら最後水シャワーで締めます。これがいいんですよ。で10秒しっかりと最後に体を冷やしていて、最後締めに水シャワーすることで体がもうポッカ100レモンよりポカポカになります。お風呂から出る前にこいつです。こだわりがあって、お風呂から出たところに全ての着替えがあります。まずいつも着てるインナー、これが山崎実業のハンガーフックですね。ユニクロの靴下、パンツ盛り合わせ、マスク、ズボン、こういう畳んだりは全部カジーさんがやってくれてます。全部手に届くところに置いておくことで、いちいち着替えを取りに行かなくてよくなってます。まずデオナチュラルでエチケット、男は全員やってください。ということで洋服着ました。ここでタクシー配車アプリでタクシー呼びます。歩いて会社行くこともあるんですけども、渋谷の朝ってカラスが多くて汚れててあんまり気分良くないんで、あとタクシーでやりたいこともあるんでタクシーが多いです。ここから髪と顔面を整えていくんで、朝7時に配信されるインサイドストーリー、自分の声を聞きながら確認しつつドライヤーします。ドライヤーします。ロレッタハードジェル、最初からつけすぎないように少量ずつ。前髪下ろす時よりもこのジェルでパキッとこう上げたスタイルの方が早く終わるんですよね。だからこっちの方が最近は気に入ってます。こんな感じでパキッと、ハードスプレー、 BB クリーム、ブチャー伸ばしていきます。 BB クリームは肌ツヤよく見えるんで男子は全員やった方がいいですね。眉毛描きます。セット完了。水飲みます。ここに置いてます。お水はお風呂の近くがいいですね。薄毛防止にフィナステリドも飲みます。足、おなじみユニクロの靴下、もう結構ボロボロです。はい、ということで準備完了です。リビングには1回も行きません。オールバーズの新作履きます。これねめちゃくちゃ軽いんですよ。もうこれ空中浮きますね。では行ってきます。タクシーは貴重な情報収集の時間なので、ニュースピックスを読んでることが一番多いです。世の中の大きな流れがチャンスになったり逆にピンチになったりするんで勉強は欠かせませんね。あと今日は仲間にコーヒーを差し入れするんで、スタバでモバイルオーダー済みです。YM です。ありがとうございます。ありがとうございます。ベンティのドリップコーヒー2つです。これを5人で分けます。はい、どうもありがとうございます。オフィス到着です。社長室到着です。だいたい朝一番に社長室来ます。この社長室も長く使ったんですけど、もうすぐ出ていかないといけません。朝会社に来たら日課のインサイドストーリーズを録音します。何を話すかはここに入ってからいつも考えます。おはようございます、まこなりです。今日はですね、おはようございます。朝会始めます。おはようございます。
はい、それではグッド&ニュー、昨日あった良かったこと発見、はい、お願いします。ブルージャイアントっていう映画見たんですけど、ずっと劇場のこの画面が濡れてて、俺の涙で。はい、ではクレドメモ書き、他者に貢献するの振り返りと、今日は主体的に動く1分1分でスタート。はい、次ではメモ書き10枚1分1枚でいきます。はい、スタート。はい、では発表していきましょう。今から2時間は集中作業をやります。小腹が空いたのでナッツ食べます。これお気に入りです。手が汚れるんで箸で。今から経営者向けのコンサルティングのミーティングの時間です。始めます。あ、どうもお世話になります。よろしくお願いします。先週相当調子良かったですよね。はい、先週の KPI の振り返りをする前に、毎回なんですけどアイスブレイクに先週あった良かったことを教えてください。そんなことあったんですか。え、それすごくないですか。では今回もありがとうございました。後ほどすぐに議事録とアクションプランをお送りしますので、よろしくお願いします。それでは失礼いたします。ありがとうございます。今から後輩とランチです。だいたいいつも会社から近くの場所を使ってます。あ、注文いいですか。高タンパクグリルチキンのチョップサラダ、はい、最近調子どう。うん、はい、どうも。今から経営しているバーサウナでミーティングです。日曜日は結構しんどかったですね。そうですね、やっぱり土日は結構多かったので、うん、神社とかね、危うくないままピークに突入する寸前みたいな。1時20杯以上出るかもしれない。すごいものを生み出してしまったね1回に5リットルとか作れないのかな。今から YouTube の撮影が始まります。いつも撮影している場所はこんな感じです。こちらがいつも使っている化粧道具で身支度をします。いつも撮影している時の目の前の風景です。あまりお見せしたことはないかもしれません。目の前にプロンプターがあって、ここで原稿を写して手元で原稿を進めます。はい、服装チェックしていきます。シャツ OK です。袖 OK です。ピンマイク回ってるか確認させてください。はい、ピンマイク回ってます。 OK です。こうやって声に出して確認することでケアレスミスを防いでます。過去には音が取れてなかったりとか、ピントが合ってなかったりとか、それで取り直しとかたくさんあったので、そういったミスが100回に1回も起きないように徹底してチェックしてます。撮影中はビデオ通話で何かあった時にすぐに連絡が取れるようにしています。あー、テストテスト、表情柔らかく笑顔で元気に撮影やっていきます。では行きます。人生にサプライズ、まこなりです。無駄金を減らせ、絶対にねぎれるもの10選を紹介していきます。これから仲間と筋トレに行きます。いつも近くのレンタルスペースを借りてます。はい、ってことでいつも使ってるレンタルジムに行きました。最近忙しくてね、あんまり来れてなかったんですけど、追い込んでいきます。高い。ここから行きます。まだまだ行きます。3、2、1、まだまだここから。よみがえります。1、2、3、おお、はい、1、2、3。
数えて9、8、7、6、5、4、3、2、1、あお疲れでした。筋トレ終わって家戻ってきました。家に帰ったらまず手を洗いまして、お風呂を沸かします。お湯張りをします。アレクサ音楽つけて。部屋に2台置いてるんで、これ音は出せないと思うんですけど、いい感じの音が出ます。今日の夕飯は Uber Eats した焼き鳥と親子丼です。美味しそう。そして相棒は、実はもう今の家引っ越しちゃうんで、今グラスとか全部しまわれてるんですよね。そのままいただきます。くー、いただきます。うん、うまい。筋肉にね、鳥がピュー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 って入っていくんだよね。今口から入っていた鳥をこれで泳がせます。おお、みんな喜んでる。親子丼いただきます。炭水化物もねちゃんと取っとかないと眠れなくなっちゃうんで、いただきます。うん、うん、あー、最高の一日だな。筋トレ後はしっかり食べます。ごちそうさまでした。ではホームワインでワインの勉強をしていきます。そのイメージしにくいですよね。その時は白い花とやや甘い色ですか。うわ、お風呂タイムです。お風呂はこのアラレフラを使って、まず1分ぐらいでもう髪、顔、体全部洗い終えます。この山崎実業さんのOKで全てやっていきます。片手だと限界なんで、この辺で湯の花投入します。これ入れるとめちゃくちゃ体温まります。パサー、40度のお湯でじっくり15分以上温まります。夜はデンタルフロスを必ずやります。お風呂上がりは読書タイムです。この本読みます。だいたい1日で1冊読み終えます。このぐらいのペースで自分読んじゃいます。眠くなってきたのでそろそろ寝ます。いつもはスマホを寝室に持ってこないようにしてます。枕はブレインスリープで、マットレスはコラマットレス、シーツはこれエアリズムのやつですね。ではおやすみなさい。まだまだいきます。3、2、1、まだまだここから蘇ります。